えー、お,おはようございます。橋本です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、昨日夕方6時から、えー、太郎ちゃんメインの、えー、チャネリングの、すごいお話を、昨日聞かせてもらいました。で、興味のある人は、Twitter スペースでお話しした URL を概要欄に貼っておきますので、えー、よかったらそれを、えー、お聞きください。 でまあ、簡単なことをちょっとお伝えしますが私が昔河口湖の酵素風呂「えーまあ、この花酵素風呂」っていうんだけどそこに行った時のエピソードを何回かお話ししてます。でそこにいたのがあ主というかねあのメインの方が小桜さんっていう。まあ あのまあ、要は宇宙と交信する人です。えー、と特にプレアデス、聖人、そのセムヤーゼさん、でもっと厳密に言うと、えーとえー、別にねも,あのもっとこう、えー、正確にチャネルリングをなさっていた方がいて、一緒にコラボして、そしてそれを日本語に訳して、出版をしたというのが、今から30年ぐらい前の話です。で僕が えー、そのこのだろう見えない世界 UFO の世界宇宙人の話をした時にここに1年間、えー、月に1回から2回年そう、ね、10回から1 0、うん、回以上行ったかなでそこでいろいろと宇宙の話宇宙人の話未来の地球がどうなるかとかそういったことを全部当時聞きまして今それが本当に具現化しようかっていう。 そのタイミングにに本当に来ましたで僕はこのチャネリングとかするその太郎ちゃんねのお話をね是非聞いてもらいたい。で今すごく感度が上がっていてもともとは、えー、太郎ちゃんっていうのは自分と亡くなったお母さんといつも話をしてたのね最初は。えっ、ー、とくお母さんが亡くなったのが今から4年半ぐらい前。 その時に突然、何の理由もなくあ、あの世にいたお母さんとチャネリングができるようになって会話をしていた。そして、私の動画と出会って昨年末、そして僕に連絡をしてくれて、なんと、そしたら僕の中学、高校の後輩であった。そして僕が宗教も、ね、過去に経験してきたけど、そういうのも全部やめた。で、今は瞑想、内観、 先進だけをやっているっているう、そういう話を、まあ、過去動画でいっぱいしてるのをその太郎ちゃんが見てくれてあこれはあの僕と連絡取らなきゃいけないっていうふうに思ったで私の動画にたどり着いたのは亡くなったお母さんがチャネリングで「この動画を見なさい」って言って <laughs> 言ってきて「なんで?」つって「まあ、でも言うから見よう」っつって見たのがきっかけということです。 で前回、土日で、泊まりがけで、この、えー、この花高素風呂。で、今は、樹海の館という名前で出てます。なので、インターネットで、この花高素風呂とか、壮年観察、樹海の館、こんな感じで、あのネットでしょあの検索してもらえると、すぐに出てきます。で 太郎ちゃんって言えばもうすぐもう向こうのスタッフの人はわかると思うし、橋本チャンネルで紹介されていたって言えばもうそれも多分つながってると思います。で、えー、そこでポイントです、えー。太郎ちゃんがその日一泊で行った時に、なんと宇宙と交信をする人が親子で一組、だから二人ね、親子でですよ。そして、えー、すごい強烈なシャーマン、 の方があ宇宙から、ね、更新を受けて、えー、ここの場所に行きなさいってチャネリングでメッセージが降りてきてその指示があったから来ましたっていう人がいた。わ <laughs> かるこれそこに今度は太郎さんがいたで。この4人のチャネリングができる人がいるんだけど特にすごかったのがその太郎ちゃん。で太郎ちゃん何がすごかったっていうと昨年の夏に ここの主であった小桜さんが87歳でお亡くなりになられたんだけどもその霊がね太郎さんにどんどん話しかけてきている間ずっと、うん、そしていろんなことを教えてくれ特に周りにいる仲間スタッフにこのことを太郎ちゃん経由で伝えてほしいっつって。 要はメッセンジャー役でいろんなメッセージを伝えまくったそういうことも行われたんです。で今僕の予感それから太郎ちゃんと、まあ、あのお話の中で僕の中ではこれから目覚めたい本当にうんと宇宙って何だろう宇宙人って何だろう多星人って何だろうっていうことを本当に実感として知りたいという方は もしかするとここの樹海の館、この花、高素風呂、川口湖が一つのキーポイントになるかもしれない。だから近くの人、もしくはちょっと旅行があったら足を伸ばしたい人、ねうん、そういう人は半分観光でもいいし、自分の体の癒しのために高素風呂に入るでもいいし、日帰りでもいいし、一泊してくるでもいいし、何でもいいんだけれども、ぜひ、 あのちょっと足を運んでいただけたらいいかなというふうに思います。で僕も、えー、これメッセージが来てるっていうふうに僕は感じてますので、えー、次回あの太郎ちゃんと日にちを合わせてここへ、えー、行きたいなと、うん、僕,僕はそうね、えー、と最後に行ったのが1 4五5年前の話もう,もう忘れちゃったなんだけどこれはもう一度あのここへ足を運んで。 もう一度原点に戻れよという意味合いだなというふうに僕は思っていますので、えー、行く予定ですうーんまあ日にちはまだまだちょっと子どもの都合だとか妻の仕事の予定とかもいろいろあるのでね、えー、っとも,うあのもう少し吟味して分かり次第の皆さんにお伝えしますがどうかまずちょっと調べてください、えー、よろしくお願いしますとにかくねあのワクワクしていきます、うん、それから、 あの近未来アセンションした星の暮らし方ねそ,れその時の世の中がどんな風になってるっていうことも僕はこのこ,こに行った時に明確に教えてもらってるんで僕はもうよくどう分かってます本当のアセンションした世の中がどういう未来が来るかっていうのは僕は知ってるの絵も見てるしそういう話をしっかり具体的に聞いてきたからうんなので 皆さんもよかったらあの検索してみてそしてひとあのお時間のある方はぜひねあの行かれてみてはいかがかなというふうに思います。ありがとうございました